皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。お仕事だった方はお疲れ様です。どうも、私です。えでは、音ぎり草、続きやってまいりましょうか。一周目のね、お風呂シーンとは、全く様子が違いますね。で、えっ、ー、と、シャワーを浴びてたら、熱湯が出てきてしまって、外に出たものの波さんはいないと。で、ここですね。うーん。 玄関どうやろうね今回のルートって、その食堂あたりをうろうろしてることすごく多いから、食堂攻めで行こうか。もしかして時計を探しに。僕は食堂へ急いだ。しかし波の姿はない。念のため奥のキッチンまで探してみたがやはりいない。どこへ行ったんだろう その時白いものが廊下をよぎった。はっと見るとドレスの裾がちらっとかすめた。誰だ僕は急いで後を追った。これ一周目の展開と似てるね。うん、波があんな服着てるはずないし。あてもなく玄関まで来てしまった。ん二階から何か話し声がする。僕は耳を澄ました。急に聞こえなくなった。 変だな、今確かに聞こえたと思ったんだけど。僕はそっと2階へ上がった。階段を登り切ると廊下の奥からまた話し声がする。近づくにつれ声は次第にはっきりしてきた。どうやら若い男女のようだ。男女声からすると明るい感じだ。そうか、家の人が帰ってきたんだ。 僕は少し明るい気持ちになる、<laughs> ほんま風呂勝手に使う。台所勝手に使う。その上風呂の窓は割ってる。よく明るい気持ちになれるな。機械なことばかり起きていたが、単に僕の思い過ごしだ。これ下手したら警察だたやで。もしそうだとしたら、勝手に入ってきて色々やってしまった僕らは。僕は複雑な心境で部屋の前に立った。よかった、そういう気持ちはあって。 とにかく、まずあず、あいはまっちゃおう。僕はノックしようと腕を上げた。その瞬間、会話がぷっつりと途切れた。えドアが少し開く。は僕は身を固くして中から人が現れるのを待った。ちらりと白い手が見えた。若い女だ。あ、あの、相手が身を引いた。息を呑んでいる。 次の瞬間、向こうからいきなり謝ってきた。すみません、私。はえあ、ナミさんかコウタロウドアを開けるとナミだった。なんだ。何よ。体中の力が抜けた。こんなとこで何やってんだよ。俺、人の、俺、家の人が帰ってきたのかと思って。私もよ。もうびっくりさせないでよね。 なんでこんなところにいるの風呂から出たらいないから心配して。違うのよ、聞いて。ナミは何かすごい冒険団でも話すように目を輝かせた。さっき時計探してたら上から話し声がするのよ。それでてっきり家の人が帰ってきたんだと思って。俺もだよ、だから上がってきたんだけど。それがね、あはははは。ナミは笑いながら僕の肩を叩いた。 なんだよおかしいの聞いて聞いてるよ。なんだったと思うさあ。それがね、はよ言えや。だから聞いてるって早よ言えや。5秒以内やぞ。少しイライラしてきた。<laughs> プレイヤーと同じ気持ちになってくれるわけね。家の人だと思ってすごく緊張して、この部屋ノックしたの。うん。ところが返事がなくって。 でも話し声はするのよ。それで、それで、思い切って開けたの。そしたら、そしたらね、笑ってないで早く言えよ。誰もいないの。さて、何だったでしょういい加減にしろよな。人が心配してんのに。僕は大声を上げた。まあ、気持ちはわからんでもない。大声上げる必要はないけど。あははは、ごめんなさい、あのね。 ナミはいたずらっぽく僕を見つめた。ラジオだったの。ラジオそのおもろいけほらあれ。ナミは部屋の中の古いラジオを指さした。ラジオ。えらくまた拍子抜けのする話だ。急に腹が立ってくる。そしてそこまで笑える話でもない。じゃあなんですぐ降りてこなかったんだよ。俺すごく心配して。ごめんわかってたんだけど。 なみはタンスの上に目をやった。は西洋人形が二つ並べてある。青いワンピースの人形で両方とも全く同じものだ。この人形、どっかで見覚えのある木が、そんな木が急にしてきて。へえ、これがか。僕は背伸びして手を伸ばし、タンスの上のその人形を取った。私にも触らせて。 ナミは宝物にでも触れるように、そっと両手で受け取ると、二つの人形を頬に寄せた。うわぁ。ナミの顔が今まで見たこともないような、とても安心した表情になった。なんだかすごく懐かしい。子供の頃に戻った気がする。ナミは目をつぶってうっとりしている。こんな人形、どれでも同じように見えるけどね、男の子の俺としては。 違うの。そんなんじゃないの。特別なの。はーん。女の子の気持ちはよくわからない。ナミ、それよりさ、さっき人影みたいなのが見えたんだけど、あれここの人じゃないかと思うんだ。うんなんか白いドレスの女の人だと思うんだけど。ナミは目を開けた。まだ夢見心地といった感じだ。 ちょっと気になるから、下に行って調べてみるよ。僕は出口に向かった。めっちゃ単独行動するよな。私も行く。友達とさ、ショッピングセンター、いや、ショッピングセンターどころじゃないな。一緒にバイキング食べに行った時ですら、もうちょっと声かけ合うで。<laughs> あら、勝手にどっか行かへんよな。ちょっと、あの、野菜取ってくるわ、ぐらい声かけるのに。すごいよな、この二人。 僕は人形を元の場所に戻してやった。部屋を出るとき、ミは名残惜しそうに人形に手を振った。バイバイ。えあさあ、探検を続けよう。うん。 下に降りりてててきてもまだ少しし波はぼんやりとしているこのドア怪しいな玄関の奥に目立たないドアがある。さっきの白いドレスの女はここへ入ったのかもしれない。あー、やっぱり怪しい。僕は思い切ってそのドアを開けた。いや、その前に気を落ち着けて。ま怪しいなって言ってるし、怪しもっか。やっぱり怪しい。 僕は思い切ってそのドアを開けた。暗く細長い空間がただ奥に続いていた。あれ、トンネルみたいだな石が剥き出しになった壁にいくつもの、これは、なんや、食台かながかけられ並んでいる。奥にもう一つ古びたドアがある。あのドア開けるとね、波がつぶやいた。 これ波ザッピングめっちゃ来るな気になるわずっと気になってんねん、実は。<laughs> でも、冒頭で、二週目冒頭で私がみんなに気にしないでねって言った手前、気にしてない素振りしてたあ。またここと同じ玄関ホールなのよ。それで時間だけが逆戻りしてるの。んこの廊下は昔へ帰るトンネルなのよ。真顔で言ってる。 何わけのわかんないこと言ってんだよ。行くぞ。僕は構わず奥に進んだ。古びたドアの隙間からは外の風が感じられ、手前はびしょびしょに濡れている。開けたら玄関ね。僕はそのドアを開けた。わっ何か冷たいものがだらりと顔に垂れた。高太郎大丈夫波が心配そうに駆け寄ってきた。 雨に濡れたツタだ。僕はツタをくぐって外へ出た。まあそこは裏庭に面したテラスだった。床は木で組まれた舞台のようになっていたが、もう何年も放っておかれたみたいで、ボロボロになっている。真ん中には木のテーブルが一つと、デッキチェア三つ、それぞれ勝手な方向を向いて転がっている。上は藤棚になっていたが、今はツタが絡んで垂れ下がり、 まるでお化け屋敷の入り口といった感じだ。雨はもう上がって、ツタの雫がポタポタと顔や肩に冷たく落ちかかる。すごい玄関だな。僕は皮肉を言ったが、波には聞こえなかったようだ。急に僕の手を引くと、藤棚を支える柱の一本を指さした。ねえ、あれあなんか光ってないほんとだ。 細長い影が立っているように見えるその柱の下の方に黄色くぼんやりとした光が見える。火が燃えているのでも電気的な光でもない。何かぬめっとした感じの静かな光だ。かぐや姫かな。言うと思った。ほんま僕らはその柱まで歩み寄った。おしゃれやな。なんだ、蛍光塗料だよ。 手の指の太さくらいの横線が少し間を置いて上下に2本引かれている。でもなんでこんなところに僕は腰を折り曲げ、下の横線に光を向けた。木の柱に塗られた古いペンキはかさぶたのように浮き上がっている。蛍光塗料はその上から毎一文字に横切って塗られていたのだ。そしてよく見ると柱そのものに 釘か何かで引っかいたような傷がつけられている。横一文字に深くえぐられた傷で、その横には文字のようなものも刻まれていた。なんだ、なんか書いてあるぞ。古いペンキがデコボコになっていてよくわからない。めくればわかるわよ。ナミは指先で浮き上がったペンキを剥がし始めた。ペンキは面白いほどにパリパリと剥がれ、みるみる柱の地肌があらわになった。 ナミ、そこにはそう刻まれていた。僕の腹の中に何か黒いものが溜まっていく。ナミは一瞬指を止めたが、すぐにまた塗料を剥がし始めた。おいナミ後ろから肩を叩いたが、ナミはそれを無視して、ひたすら柱の塗料を剥がしている。結局ナミは上の蛍光塗料の塗られていたところまで、 上下10センチにわたって古い方の塗料をほとんど剥がしてしまった。引っかき傷は少し間を空けて上下に2本ずつ合計4本つけられていた。うーん。そしてそれぞれの横に波、ナオミ、波、ナミと刻まれていた。ゆっくりと波が振り返った。まさかテラスの藤棚で背比べしてた。<laughs> あんま聞かんよな。屋外のもので性比べするって。これ、竹比べね。えあ、あーなるほど。ナオミって誰なのかしらえナミは私でしょだったらナオミって。ちょ、怖いねんけど、このナミさん。<laughs> おいおい、何言ってるんだよ。僕は大げさにナミの肩を叩いた。 ここの家の子の名前じゃないか。なんだよ、気にしすぎだよ。そうかしら。そうだよ、偶然の一致だよ。どうしたんだよ。涙らしくないな、暗い顔しちゃって。ねえ、もしかして、さっき言ってた白いドレスの人って。え私に似てなかったいや、顔までは。そう。いろいろな疑問が頭をもたげてくる。 あーなぜ、ナミの名前がこんなところにあるんだろう。ナオミっていうのは誰なんだろう。ナミの今の言葉はどういう意味だろう。別に意味はなく、単に疲れているだけなのだろうか。これ、二週目ならではよな。知ってるもんな、このなぜ、ナミの名前がっていうの。うーん。 C かなナオミについて思いを馳せるナミの今の、トータルで考えようと思ったらしいかなナミの今の言葉はどういう意味だろうナミナミはまだ竹比べの後を一心に見ている。顔色が良くない。何か思い詰めているようにも見える。とにかくこの場から離れた方が良さそうだ。 ほらほら中入ろうよ。せっかく風呂入ったのに、雫でまた濡れちゃうよ。でも、まだナミの顔つきは暗い。僕は明るく強引に行った。さっきの女の人を探さなきゃなんないし、さ行こう。僕はナミの手を取って玄関に向かって歩き出した。遠くぐる前に振り返ると、暗いテラスの片隅で、残った蛍光塗料がまだらに光っていた。 僕らは屋敷の中へ戻った。あれだ、あの部屋から調べよう。その部屋はまだ調べてなかった。空いてるかな僕はそっとドアのノブを引いた。暗いね。部屋の隅にろうそくの明かりが一本見えるだけだ。人がいないんやったらろうそくなんてつけへんもんね。めっちゃ危ないよね。てか、 その部屋に人がいないのにろうそくってつけっぱなしにするもんなんかな昔の文化知らんねんけど。今やったらさ、部屋出るたんびにろうそくの火消さないと怖いやん。なんかで倒れたらもう火事になっちゃうし。昔の人って別にいない部屋でもつけっぱなしでろうそくそのままで出てたんかな手前の壁にスイッチがある。明かりをつけるとシャンデリアがまぶしあ、ピアノの部屋か。ねえ、あれピアノじゃないの ほんとだ、ここピアノホールなんだ。部屋の正面は裏庭に向かって全面ガラス張りになっている。昼間だと、ここから景色が素晴らしいのだろうが、今はただ、黒々としたガラスが室内を映し出しているだけだ。いつの間にか、ナミはピアノの前に立って、鍵盤を叩いている。ナミってピアノ弾けたの弾けるってほどじゃないけど。 ピアノの音が好きなの。はぁそれなんて曲なの知らないの。題名も誰の曲かも。誰かに教わったのうん曲だけ昔から知ってるんだけど、いつ聴いたのか全然覚えてないの。自分でも不思議なんだけど。ま、そういうことってあるけどね。突然、ナミは手を止めた。どうしたのもう終わり 波は僕の肩越しに後ろを見ている。ねえ、あれ。振り向くと、そこには一枚の人物画がかかっていた。和服を着た30歳前後の婦人で、遠い山並みを背景に、ゆったりと編んだ長い髪を、左肩から胸に垂らし、両手を合わせて、野草を胸の前に持っている。え、だね。 僕はまヌけな合図ちョった思った私も。<laughs> ねえ何か気づかないナミは僕を振り返った。え僕は焦った。誰か有名な画家の絵なんだろうか絵は全然わからない。うーん。初期のピカソに似てるね。僕は適当にごまかそうとした。綺麗な人だね。僕は話題を微妙にずらした。 これか何のヒントもなかったけど、やそうとしかなかったけど。この花、これ音切りそうじゃなかったらもうダダズベリ。あ、そういえばそうだけど。ねえ、それ以外に何か、あこれじゃなかったか。あ私に似てないえ唐突な言葉だ。僕はもう一度絵の婦人を見直してみた。 化粧の感じが昔風だし、ガチョウの古さもあって、現代っ子の波とはなかなか結びつかなかった。しかし長い間見ているうちに、そういえば目や顎の線なんかは似てるかなと思った。瞬間、僕はあることに気づいた。波は小首をかしげて微笑んだ時に、ちょっとだけ顎を前に出すような癖がある。それは首の座らない赤ん坊を思い出させ、 見るものを軽く不安にさせるようなところがあった。え、首をかしげるときに顎をちょっと前に出しな。ど、ど、ういう、どういう笑ういう方やろ。僕はナミの笑顔は大好きだったが、ナミが微笑むと、なんだか一番大切なものが壊れてしまうような、そんな軽い恐れも感じていた。すごいな。 そして絵の中の婦人の微笑みが同じ雰囲気を持っていたのだ。表面的な類似点よりもむしろそういう仕草や表情の一致の方が僕を驚かせた。全然、全然似てないよ。しかし僕は嘘をついた。そうナミは軽く微笑んで首をかしげた。生き写しだ僕は背筋が凍りつきそうになった。だって、だってナミこんな綺麗じゃないよ 僕は顔を背けて、ナミの視線を振り払った。逆やろナミの方が美人だよでしょそういう時は。どうせ私はね、ナミはピアノを叩きつけて立ち上がった。いい、その言うこと逆やんな、普通な。な、こんなに、ナミの方が美人だよ、やん。こんなにブスじゃないよ。あ、そういう意味じゃ。言ったじゃない、今。言ってないよ。言った。 ナミは口を尖らせて怒っている。今の顔は全然似てない。いやだから、僕は安心してつい口元が緩んだ。言ったよ。何笑ってんのよ。もうピアノ弾いてあげない。頼んでないわ。ナミは背中を向けた。その時風が吹いた。あ、いけない。カーテンが揺れたかと思うと、ろうそくの火が燃え移って、 あっという間に薄いカーテン全体に広がった。ほらなろうそく危ないんやってキャ燃えるカーテンがナミの顔にかぶさった。ナミ僕は急いでカーテンを引っ張った。カーテンレールの金具が次々と弾け飛ぶ。僕は火のついたカーテンを床に叩きつけて踏み消した。大丈夫なんとか消し止めることができた。 危うく火事になるとこだった。ナミ大丈夫か返事がない。え振り返ると、ナミは背を向けて、絵を見て立っている。どうしたのどっかやけどでもしたナミはこちらを振る向きもせず、ゆっくりとうなずいた。へどこ顔。え驚いて走り寄ろうとすると、ナミは黙って絵を指さした。 今の火の熱で絵の具が溶けたのだろう。絵の女はまるで火傷でもしたように顔の右半分が焼けただれていた。な、なんだ、びっくりした。俺はまたてっきり。思わず笑ったが、ナミは変なことを言い始めた。これ、私のお母さんお姉さんえお母さんお姉さん何を言っているのかわからない。 おいナミ、お前一人っ子だろ姉さんだなんて一体何を不意にナミはビクッと体を震わせて走り出した。は、始まった始まったナミのビーストモード。ナミ、おいどこ行くんだよ僕は腕を掴んで引き止めた。離して、私あのミイラを探さないと。ミイラミイラってあの車椅子のそうよ、だから離して。 落ち着けよ、ナミ。どうしたんだ話して。話せないよ。とにかく落ち着けよ。僕はナミの両肩を強くつかむと、真正面から目を見据えた。どういうことなんだ説明してくれよ。私。私は昔、この家にいたの。住んでいたのよ。何言ってるんだよ。わからない。でもすごく小さい頃。お母さんとお父さんとお姉さんも一緒に。 お姉さんって。うん、お姉さんがいたの。ナミ、何言ってるんだ知らないぞ、俺、そんな話。私だって今初めて分かったの。初めて思い出したのよ。ショックよ、お母さんが別にいたなんて。それが今分かったの。今思い出したのよ。にわかには信じられない話だ。たまたま入った屋敷が、ナミが昔住んでいた家だなんて。でもナミ、 俺、ナミのこと信じないわけじゃないけど。変だよ、それ。きっとほら、ここ来てから変なことばっかり起きてるし。だから神経が疲れてて錯覚を。違う。あれでもさ、最初そのミイラを見たとき、あの後部屋の日記調べたらさ、ら弟さんもいること書かれてなかったでもナミさんの記憶では、お父さん、お母さん、お姉ちゃんだけなんや。 なんか、長男もなくしって書いてたよね。ナミは激しく首を振った。だんだん思い出してきたのよ。でも、もし、これがもし、本当に本当だったら、私、ねえ、孝太郎ナミは泣きそうな目で僕を見た。どうしよう、あのミイラ私のお母さんかお姉さんのどっちかだと思うの。ナミはブルブルと震え出した。 私もしかしたら取り返しのつかないことをしたのかもしれない。取り返しのつかないことって何をそれがまだ思い出せないの。でも私は昔何かしているの。お姉さんに私が何かしたのよ。でも、でもそれがなんだか思い出せない。あのミイラが、あのミイラを探さないと。ナミさんがお姉さんにしたのか。ま、あでもさ、一周目もさ、整合性の取れてないというか、なんか、 いまいち解明できてないことってあったもんね。それを2週目以降で回収なんかもしれないけど、繋がってんのかな ?1 週目の出来事と2週目。まあでも、大元の設定は一緒にしないと話作る上でおかしいもんね。なんか、お姉ちゃんとナミさんでお母さんを殺したっていう話はあったよね。1週目でね。で、2週目では、お、おそらく弟 がいる、末っ子の長男って日記に書いてたから弟さんがいる。で、ナミさんがお姉さんに何かしたって言ってる。状況がちょっと色々ありすぎて混乱しそう。ナミはふらふらと廊下に向かった。僕は慌てて後を追った。うーん。待てよナミ、よく考えてみよう。分かってよナミ、あのミイラを探そう。 分かったよ、ナミ。ちょっと散歩しよう。うーん。考えてみようかな。待てよ、ナミ。よく考えてみよう。僕はナミの肩を抱いて、ホールのソファーに座らせた。疲れてるんだよ。色い々ろいろ変なことがあったから、ちょっとここで横になって休みなよ。孝太郎、私怖い。今までの私が私じゃないみたいなの。ねえ、どうしよう。 お姉さんになんて謝ろう。私これからどうなるのナミは子犬のように震えている。バカだな、ナミ。お姉さんなんかいないって。少し休めば落ち着くって。俺が横にいてあげるから少し眠りなよ。でも、でも。大丈夫だ。俺がずっとついてるから。目を閉じて、ゆっくり深呼吸して。ナミは僕の目を見つめながら、言われるまま素直に目を閉じた。そう、そのままだよ。 とにかく今は落ち着かせることだ。大丈夫。何も心配ないから。安心して。僕は催眠術でもかけるように低く囁き続けた。ナミはそっと僕の肩へ頭をもたれかけてくる。僕もそっと頬をつけてやる。耳を澄ますとナミの小さな寝息が聞こえ始めた。大丈夫さ。疲れてるから変なこと考えるだけだ。 それだけだよ。僕は半ば自分に言い聞かせていった。おやすみなみ。僕は波の髪をそっと撫でた。いろいろ変なことばかり起きたが、朝を迎えればきっと笑い話だ。今はそう信じるしかない。目をつぶるとどっと疲れが出た。波の寝息だけが遠い海のように聞こえる。いつしか僕も深い眠りに落ちていた。 まあ、でしょうね。目を覚ますと、ナミの姿は消えていた。もう、読めてたよな。寝たらあかんねん。<laughs> どっか行くから、ナミさんが。ナミ、僕はソファーから羽を着た。テーブルの上に白い紙切れが一枚乗っている。それを手に取ろうとすると、ん二階で何か動いたような。ちょ、さっき手紙見んや。 これやんな紙か。僕はテーブルの上の紙切れを手に取った。その紙切れには簡単な地図が書いてあった。ん玄関からぐねぐねと廊下を通って、目的の場所にはバッテンが打たれている。文字はないので、波が書いたものかどうかはわからないが。うーん、他に手がかりはないしな。 僕は懐中電灯を持って、その地図の通りの道をたどった。もう多少物音がしても気に留めなくなってきたね。<laughs> 目的のドアを開くと、妙にガランとした広い場所に出た。僕は懐中電灯のスイッチを入れた。ガレージだ。ここに何があるんだろう。光をぐるぐる回していると、隅の方に誰かが座っているのに気づいた。誰だ何か 出た。車椅子に座ったミイラだった。一瞬気遅れしたが、僕は勇気を出して自分に言い聞かせた。大丈夫。単なるものだ。動きはしない。ギャー突然ミイラは立ち上がった。うわわわミイラといえばもうちょっと、あの、炎攻撃が特攻やろ。<laughs> ろうそく持ってこよう。僕はみっともなく腰を抜かした。 ミイラはゆっくり迫ってくる。僕は必死で後ずさりした。ミイラと目が合った。えその時、床をまさぐっていた僕の手に何かが触れた。レンジだ僕はそれを握りしめ立ち上がった。こうなれば一か八か戦うしかない。身構えた途端、ミイラの動きが止まった。え途端、ミイラは嘘のような素早い動作で、くるりと背を向け、 闇の中へ走り去ってしまった。何だったんだあれは。僕はしばらく動くこともできない。普通ミイラの目は落ちくぼんだ穴が二つあい、ん普通ミイラの目は落ちくぼんだ穴が二つ開いてるだけだ。ああ、そういうことね。今のミイラには目があった。それもどこかで見たことのある目だ。誰だクソ思い出せない。 それにしても、あの素早い動きといい、レンチを持って構えた途端逃げ出したリアクションといい、生きた人間がミイラになりすましていたとしか考えられない。しかし誰が僕は手にしたレンチに目をやった。レンチにはガムテープが巻いてあり、その上には僕の名前が書かれていた。えこれは車の工具箱に入れておいた。それがなんでこんなところに え、幸太郎くんって自分の持ち物すべてに名前書くタイプなんや。<laughs> 小学生みたいに。僕は車のブレーキ事故を思い出した。すべては計画的な犯行だったのだろうかあれは誰かが初めから僕らに危害を加えようとしてブレーキに細工をした事故だったのだろうかそうだとしたら、狙われているのは僕か何かそれとも、 僕は突然嫌な考えに取りつかれた。車のブレーキにサイクをし、このレンチを持ってこれる者が一人だけいる。バカな。波がそんなことするわけがない。僕は急に波のことが心配になった。玄関まで波を探しながら来たが見つからない。二階かな。僕は階段に足を乗せた。 思い出した。さっきのミイラの目は、ナミの目とそっくりだったのだ。ミイラとナミ。あまりに違うものだと思い込んでいたため、気づくのに時間がかかった。間違いない。あの目はナミと同じ目をしていた。すると、あのミイラはナミの変装まさか。ナミがそんなことする理由がない。だがもしそうだとしたら、レンチのことも辻褄が合う。 しかしまさか。今日の僕はどうかしている。とにかくナミを探さないと。僕は忌まわしい考えを振り払って廊下を進んだ。ああどうやろうね。一周目でミイラ化させられたナミさんはさ、歩けなくなってたもんね。 から、まあでもそうよな、迫ってくるときはゆっくり迫ってきといて、逃げるときだけ走るって。<laughs> ちょっとおかしいしな。なんだろうね。うん、まだちょっとわからないですけど。時間もいいところなんでここまでにしましょうか。では、次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。